どうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今回はですね、コンズさんとのいつものもうコラボレーションで、今回東京ではなく大阪に来ております。今から乗るのは SF90 でございます。で、横に乗っていらっしゃるのはフェラーリの去年のトップセールスマンでございます。もうちょっとだから説明とかもどんな説明されるのかっていうハードル上げて、まあどうするんだって話ではありますけど、ゼントさんになります。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからエンジンスタート、もういいですか？はい、お願いします。はい、で僕もう癖でイグニッション一回入れちゃうんですけど、はい、で起動が全部したら、はい、ここでエンジンスタートしまーす。ドン。すげー。あ、シフトレバーすごいカチッとしてますね。 SF90 だけですか？いや、 SF90 もそうなんですけども、あの今新しいモデルは基本的にそのような感じの落ち心地になってます。296も、はい。しかもクリープ現象すごい強いですね。そうですね、あのフロントをモーターで書いてくれるので、それがあのクリープ現象になってます。いや、ちょっとびっくり。あの、え、フェラーリでクリープ現象があるって。はい。あれ、ローマとかないですよね？はないですね。296はどうですか？296まだ私乗ったことないんで、あのあれなんですけど、実際車を軽く動かした時にはクリープ現象があったので、同じような動きをするはずです。なるほど。あ、これすごい楽、クリープ現象があるの、はい、ちょっとフェラーリがだんだん楽になってきますね。そうですね、あの運転しやすくなってきました。アセットフィアロのパッケージがついているので、サスペンションも基本固めなんですけど、かなり乗りやすいという好評の声が多いですね。いやー、これクリープ現象、拍手です、拍手です。もうなんか神様です。もう今までずっとフェラーリを乗りいただいてた方にはもうかなり衝撃で。ですよね、はい、僕本当衝撃今受けてます。81のいつもなんかスタートするときにアクセルを合わせるかのような踏み方をする必要が一切ないっていう、はい、そうですね。特にあの低速走行が必要な場合とかでは喜ばれます。まだ乗って1、2分みたいな感じなんですけど、正直に言うと結構否定的だったんですよ。はい。フェラーリでハイブリッドはなしでしょって、うん、そうですね、多くのオーナー様もそう思われてると思います。でもありです。ありがとうございます。いや、僕あの296前回ちょっと撮った時に、はい、あの V6 の音にもびっくりしたんですよ、うん、はい、だからフェラーリが仕上げると V6 がこのフェラーリ音がするのかっていうのでびっくりして。いい音ですよね。で、それで考えた時に今乗ってこの一瞬でもうすでに別によいしょするつもり僕全くないので、でもフェラーリしている。これ高速の高速乗ってください。はい、右寄りで。おお、すごい。これ EV モーター超頑張りますね。そうですね。ちょっと EV です。 EV モードだと、はい、あのマックス135キロまではこのままのモードで。あ、ちょっとこれ EV 車じゃないですか？そうですね、あのもう今全くエンジンが動かずに、もう本当にモーターだけで動いてるような状況ですね。夜間とか静かに走りたいモードとかだったら、この EV モードで走っていただくと、あの静かに家に帰ってきたりすることもできます。ゼンさんも僕の動画見ていただいてるかもしれないですけど、はい、僕 EV 結構好きなんですね、電動駆動。これちょっとね、今ものすごいグラグラしてる。すごい、フェラーリがこの世界来るんすね。いや、そのなんて言うんでしょうね、 EV 車として考えた時にこのエンジンがかかんない状態でもう十分に走るじゃないですか、はい、これがすごいんですよ。これがすごいですね。いや、ちょっと僕あの言葉を失うぐらい今感動してます。でもあのもうこのシート嫌になってきました。スポーツシートやっぱりあのしっかりとホールド感もあってサーキットとかには適してるんですけど、ちょっと腰痛くなりそうな、まあ、腰が痛くなるというか、もうちょっと快適に乗りたいですね、はい、シートのクッション性も。それはあの電動シートの方を選択していただきますと、あのもちろんクッション性のあるシート、従来通りの設定が可能ですので。いや、でもこの薄いシートなのに乗り心地悪くないですね。こういう薄いシートだったら、特にカーボンシート乗り心地がとても悪くて、横に乗ってる人も疲れるんじゃないのっていうことをよくおっしゃられるんですけど、フェラーリは革自体もかなりこだわってますので、うん、革自体の柔らかさがこういう色の硬さもあのカバーしているような感じですね。3、2、1、ドン。おー、電動のヒュイーンっていう音がフェラーリからする。そうです、しっかりそれでも加速いたしますし、加速する、ハンドルが落ち着いてるんですよ。そうですね、あのやっぱり車両自体の安定性もすごくあるので、ハンドルがそうぶれることなくしっかり運転できます。いや、ちょっと驚きの連続です。あのこういう感じとは思わなかったです。もうちょっとその乗り心地ももっとゴツゴツしてるしとかって、なんか
そういう印象で電動ドライブにしてももうちょっとギクシャクするのかなとか、なんかねイメージが全部崩れました。フェラーリ器用なんですね実は。そうですね。やばい、エンジンかけちゃおうかな。それでこのエンジンかけられるって、はい、でこのパドルシフトのカチカチ感、そうですね気持ちいいですよね。触っていい、これいいですね。おおすごい、やっぱりいい音しますし。おお、あーなんかフェラーリ、フェラーリ、フェラーリなんですけど、はい、モーターがかなり自己主張してます。そうですね、あのいい感じにあのモーターも寄与してくるので非常に乗りやすいですね。しかし大阪はレーダーの嵐なんですね、はい、この点は特に多いですね。もうそこら中にレーダー、レーダーですね。はい、あのよかったら、はい、これハイブリッドモードで走ってもらってるじゃないですか、はい、あのチャージモードできるんです。これで今モーターバッテリーの方にチャージが始まってます。あーすごいですね、はい、これでチャージモードがあるんだ。そうです、だからこれで充電施設がないところにどっか旅行で行くときにはこれがあまり下がった状態はやめてほしいって感じなんですね、はい、そうですね、あのなのであの目的地の距離から逆算してマックス25キロになるように運転していただければな。それでもより安全に車が使えます。え、フェラーリがこの世界行っていいんですかねやばい、フェラーリ僕電動化が、僕今81にはもうラストエンジンモデルっていう形で乗ってるんですけど V12 を、はい、なんかちょっとぐらつくけどまあ81に売らないですけどあブレーキすごい効きますね。ブレーキもすごく効きますね。ちょっとこれ慣れるないとギュッて効いちゃうかもしれないですね、はい、そうですね、あのブレーキ あの深さっていうのは結構フェラーリ独特だと思うのでそのあたりを慣れていただくと。チャージモードでも全然遅くもないですね。あ、もう全然、はい、遅くはならないです。で今表示を見ているとフロントタイヤが駆動してるとかそういうのも全部ちゃんと表示で分かりやすく出ております。ちょっと行っちゃっていいですか、チェッカーマーク。そうですね、あのパフォーマンスボードを一番お楽しみください。パフォーマンス、チャージが自然と切れました。大丈夫ですか、踏んじゃって。大丈夫です。で今ウェットモードだったのでスポーツにします。3、2、1、5。僕あの加速した時に言葉を失うってなかなかないんですよ。今まだパフォーマンスモードなので馬力が875馬力なんですけど、もう一つ上のクオリファイモードに変えていただく。125馬力出るってことですか。あとプラス125馬力分追加されます。ちょっと頭つけててくださいね。はい、1000馬力いきます。3、2、1、5。おお、あやばいやばい、これやばいですよ、やばいですよ。もう飛んでいきそうな加速感があって、いやこれ波のレーシング感全くかなわないです。この加速なんて言うんだろう、シャーシ性能はズバ抜けて高いです。あの81にも同じぐらいの刺激があるんですよ。でもそれってトラクションがロスってしまって、で要はパワー勝ちしているようなバランスで結果としてうおっかねみたいなのの狂気のなんかなんて言うんでしょう、刺激とかの楽しみがあるんですけど、これはシャーシ性能めちゃくちゃ高いんですよ。今ハンドリングもいいですし、でトラクションも抜群なんですよ。フロントの引っ張りとリアがズンって下がって、これ今まで僕が乗った中で最強です。はい、そうですね、もうフェラーリも最強のスポーツカーとして出してますので間違いなく最強の車です。ちょっともう一回踏んでいいですか。はい、3、2、1、5。いやー何にせよちょっと言葉を失う、モーターの俊敏なレスポンスのいいドンっていうのでまず最初びっくりして、その後要は4リッター V8 がドーンって入ってくる感じの、今までのフェラーリにはない新しい加速感をこの SF90 は生み出しているので、クオリファイモード乗り心地やっぱゴツゴツきますね。多少そうですねちょっともう一回だけいいですか。はいちょっともうこれ病気、病気です、病気病気、楽しくなってきますね。はーい、3、2、1、5。おーやばいやばいやばい、もうやばいやばいとしか出ない。いやこれあのなんていうんでしょう、もう 元に戻します。はい、はい、すいません、ここから冷静に、あのフェラーリは、まあ、僕も81に普段から乗ってる時そうですけど、横に誰か乗ってる時はウェットモードって僕は決めてるんですよ一番あのなん
でデリケートじゃないですか、やっぱ。そうですね。もうこれで十分なので、はい、僕テスラの、はい、モデル S で0100加速 2.9 秒とか、あの時代のあの加速でもう僕発狂したことあるんですけど、はい、あれを超えるのに僕なかなか出らなかったんですよ。これ超えました。ありがとうございます。なんて言うでしょう、ごめんなさい、なんかね、今まで試乗してきた中で一番言葉が出てこない、圧倒されすぎちゃいました。ちょっとで今こういう風に巡航してる時はかすかにヒュイーンってモーターが結構働いてる音がしていて、要は V8 エンジンをちょっと休ませてるというのか、いやーこのなんかバランスもすごい。でちょっとアクセルを深く踏むとエンジンがすぐかかって、でそのエンジンがかかった時のアドオンされた時のギクシャク感がない、かかってもガクンと一切しないんで、これが実は昔ハイブリッドでやっぱ日本メーカーがすげえって言われてたのが、このモーター駆動に対してエンジン駆動の移行が、まあその加え方っていうのがものすごくデリケートにできるっていうのがやっぱ魅力だったんですけど、いやーすごい。これはレーダークルーズついてんでしたっけ？これはオプションとしてはまだ装着していない。あ、なるほど。はい。でもこれレーダークルーズ欲しくなりますね。欲しくなりますね。車好きの人とかもうみんなそうかもしれないんですけど、これから先エンジン車が乗れなくなっちゃうとか、バッテリーとか電気の世界がどんどん始まってくるとか、そうなってきた時にフェラーリとかどうするんだろうって何の心配もないです、これ。やっぱそのフェラーリを作るって言った時のモーターとかバッテリーとかのその味付けの仕方とか使い方とかの思想がそもそも全く違うんですね。だから電気ってある意味自由自在っていうのがやっぱ魅力で、その自由自在なところでレスポンスの良さとか静かさとかそういったところで出してる中に、フェラーリらしさをより深く明確に体現するっていう意味で、逆にこういう言い方ちょっと怖いですけど、よりフェラーリらしくなった感触激しいけど静か。今やっぱりあのいろいろ車の使い方っていうのが変わっていく世界なので、今のフェラリスタに好かれるような車を作りたいっていう気持ちと、新しいお客様も取り込んでいきたいっていうフェラーリのやっぱり意思がこの車に見えます。いやー、もう僕拍手を送りたい。この車高いけどありがとうございます。めっちゃ高いですけどね。でもすごいフェラーリしている。でサーキットドライブでの速さはもちろん、フェラーリはそこは譲らないので、はい、そういう速さはもちろんですけど、まあ、ちょっと僕らしい表現で言えば、お姉ちゃんとどっか温泉行こうとか、もうこのカーボンシートじゃなかったら抜群です、これ。この静かに走れるこの空間、これ今だから渋滞が電動ドライブですもん。はい、そうですね。あのこういった低速走行が必要な時には今のクリープ現象が非常に役立ちます。ですよね、はい。で81とか乗ってると渋滞とかでのボンボンずっと落としてるのが、はい、まあ、ドライバー気持ちいいんですけど、一緒に乗ってる人は意外とあのずっと低音系のあのいい音、 V12 のあのいい音って僕は感じてるものが、はい、結構疲れるらしくて、これだったら、いやすごいですね、すごい。ありがとうございます。もうなんか言葉が出てこん最近の中乗った中で言うと予想超えチャンピオンです、これ。ありがとうございます。なんとなく予想していたのをはるかに超える、いやーすごいな。隠さず言えば、NSX 買ったんですね、はい、タイプ S、 はい、いいですね。で最終のあの要はタイプ S って限定車なので、はい、日本に30台しか入らないですね、でその走りもすげえっていうのあったんですけど、はい、これその約倍するんですよ価格今 SF90、 はい、NSX2 台分の価値があるかって言われたらまたそれちょっと別の話になるかもしれないですけど、でも価格相応のなんかねちょっと感じる。ここまでそのモータードライブがやっぱ NSX できなかったりもするし、これリフターもついてるんですよね。あのアセットフューラーのパッケージにするとサスペンションが全て固定されてしまいますのでリフターつかないんですよ。なので逆に言うとアセットフューラーのパッケージがないあの SF90 ソラダールをご購入いただくとオプションでリフターの設定が可能です。あ、なるほど、はい、じ
じゃあ電子制御サスペンションダンパーだけの変更ってことなんですか、これモード。あの減衰力の調整とかは全部取っ払われてます。それもないんですか。はい、アセットフィーラーのにすると。あ、じゃあパフォーマンスにして僕が感じるちょっと硬くなったっていうのは、はい、あれだ、イニシャルのもう駆動力が結構バチバチかかるから、ね、足がもうギュッとちょっと縮んでる状態になってるんですね。そうですね、はい、へえ、それで少し硬くなったように感じると思います。面白い。いや、ちょっとね、フェラーリのそのなんて言うでしょう、インプレッションでこんなマニアックなことを話してもって、これ僕のチャンネルだろうな。あの前のタイヤと後ろのタイヤをモーター駆動できる車って、実はそれが結構ミソとも言われていて、今トルクをうまく調整してあげるとグッてね、ちょっと抑え込めるんですよ、駆動力で。その車高というのかな、そこまでできるのが今前後輪のなんか、まあモーターを使ってできることなんですけど、なんかそれをやってる感触がプンプンする。ちょっとここでもう一回それを分かった上でクオリファイモード、まあそう言われてみると確かに今このアクセルを踏んでない、さっきはもうアクセルを踏んじゃってたのでイニシャルのトルクがかかっててドンってやっぱちょっと硬いところでしたけど、今アクセルを踏まないような状態で段差乗り換える限り、まあそれ言われてみるとあんま変わんないなっていう。そうですね。いやちょっとね、これ乗られてます、僕完全乗られてる。こんなにあの車に圧倒されることなかなかないですね。不思議な感じで負けた感があるな。僕足回りとかって結構言い当てるんですけど、はい、外れてますもんね。すごいすごいすごいとしか出ない自分が情けない。まあそのぐらい乗られております。でもこのハイブリッドモードとかパフォーマンスとかクオリファイの調整もすごい、左手の親指伸ばしたところで簡単にできるし、操作性もいいですもんね。そうですね、特に今まで81にもそうなんですけど、エアコンを操作しようと思うとこの辺りにちょっと手を伸ばして操作する必要があったんですけど、はい、今はもう右手の親指のところでエアコンの調整もできるようになったので。あ、そうですよね、はい。この洗濯する時のヒョンヒョンって音もいいですよね。かっこいいですよね、うん、新しい車の感じが。でもやっぱりF1 で磨いてきた技術っていうのはやっぱりなんか本物なんですね。そうですね、やっぱりF1 の世界はもうフェラーリが本当に制してほしいですよね。今年強そうですね。そうですね、2022年、今のところバルセロナテストかなり好調ですもんね、うん。一番驚いたのは実はさっきのハイブリッドモードとかでエンジンがかかった時の本当滑らかにモーター駆動に対してエンジン駆動のこのアドオンの仕方なんですね、はい。であそこってすごく実は大事で、でも考えてみると F1 とかで言えばもう旋回中フル加速してるところにモーターの駆動が加わったりとかで、そんな時にギクシャクしてたら車乱れちゃうじゃないですか。そうですね、だからそれを考えるとまあこれできて当然なんでしょうね。走る究極の実験場がもう F1 って考えたら、はい、このハイブリッド技術はまあ持ってて当然なんですね。いやちょっとなんかいろいろと本当考えさせられるとともにびっくりしながら、あまりにもびっくりのその内容が濃すぎちゃって、いやちょっと渋滞しててよかった。渋滞をこんなに快適に走れるフェラーリが出てくるなんて考えてもみなかったです、はい。このシートはいただけないですか。すいません、本当僕の個人的な好みとしては、はい、フェラーリでもお姉ちゃん喜んでもらえるフェラーリ好きなんで、好きですね、はい、すいません本当。これバッテリーマン充電で大体25キロぐらい走れるんですか。はい、航続可能距離がマックス25キロになっております。で今目の前の緑のゲージをご覧いただきますと、はい、11キロになってますね。ちょっとチャージしとこう。はい、ありがとうございます。それで考えたら、はい、渋滞中にいやフェラーリの無音走行なんて求めてねえよみたいな、はい、そういう方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、それだったらずっとチャージモードで走ってればみたいな。そうですね、そんな感触ですね。はい、ハイブリッドになるから音が悪くなるっていうのはありえないんですよ。そうですよね。うん、エンジン自身の音とかそういった部分には一切何かの干渉はないので、それで言えば排気管にこの扇風機、要はターボつけるターボにしちゃった時の方が音としては苦労するところはあるんで、そうですね、だからハイブリッドは全く音は悪くならないです。逆に吹け上がり感とかそういうのは
ストレスがどんどんなくなるんで、アシスト入るので逆に良くなる方向なので、いやちょっとやばいっすね、すごいっすね。いやまあという感じでですね、もうこれ以上は今日はもう渋滞しちゃってますし、もうね、危なくないのか、だから危ないって言葉が出てないんだな。車がものすごい安定してるんですよ。で、フロントモーターの使い方とか、おそらくベクタリングも使うんですけれども、全く一切1000馬力、フルフラットでアクセル踏み切っても、一切トラクションロスもしてないし、見てると電子制御のランプもついてないんですよ。だから、そういった意味ではね、ほんとシャーシ性能が異常なほど高いんですけど、パワートレーンも一つ安定材料としてモーターは使えるので、そういった意味でね、本当に理にかなった形のパフォーマンス追求って感じなんですよね。だから普通この1000馬力っていうと怖いとかそういう感覚がつきまとうはずなんですけど、感覚的にはその速いからうわっていう、その圧倒される意味での怖いっていうのは人によってこれ感じると思うんですけど、姿勢が乱れちゃうとかじゃじゃ馬感とかのそういう怖さは皆無なんですよ。だからそこも含めてなんかちょっとね、新しいフェラーリというか、ちょっと感動してるというのか、今までのフェラーリないんですよ。だからそのあたりがやっぱ魅力ですかね。それでこのサイレントドライブができて、長距離とかこれ旅行とかすごい便利だと思います。まあ、僕がプラグインハイブリッドとか使い慣れてるので、そういった意味では到着する時にバッテリー残量ちゃんとチャージモードにしといてちょっと保っておこうとか、そのあたりは使いこなす自信あるんですけども、だからそのあたりちゃんとやってもらえればこれ幸せですね。はい、非常に使いやすいお車だと思います。でもこれだったら充電のケーブルがなくても大丈夫なんじゃないですか、そこをちゃんと使いこなせば。ただやっぱりどうしてもそもそもついてるバッテリーの容量が通常のモデルに比べて小さいようなので、今まで例えば812スーパーファーストとかに比べるとバッテリーが上がりやすくなっているようですね。じゃあやっぱケーブルがありってことですね。そうですね、ケーブルありきで保管場所を設置していただきたいですね。そうなんですね。芝ショールームで僕の担当の西尾さんが、僕が SF90 ちょっと興味があるって言った瞬間に、いや、ゴミさん無理です。充電器ないじゃないですか。もうはっきり。なるほど。で、もう一つ言ってたのは、だからバッテリー上げちゃうと、ものすごく車を動かしてキャリアに乗せるのも一苦労の車だから、はい、絶対バッテリー上げないでくださいっていう、うん、だからまあそこですかね。 SF90 で唯一そのネガというのかちょっと注意しないといけない要素は。そうですね、はい、そうか。だからまあ神様がまだ僕お前には早いんだまだ。いやそんなことまあでもちょっと本当今回はいい体験ができました。ちょっと想像を絶するほどで、まあ一つ安心しました。フェラーリのこれからの先っていうのもまだまだ、うん、超光り輝いております。ありがとうございます。うん、やっぱり今後もそういった意味ではなんか憧れみたいな存在でなんかあり続けそうだなっていうのも分かったところなので、はい、あ、最後に1個だけいいですか。はい。アセットフィオラがないともうちょっと乗り心地が良くなる。もう少し乗り心地良くなります。まあでもこれでもこのシートでこれでもまあ十分ですけどね。はい、十分ですけど、だったら本当クルージングカーに結構使えるっていう話ですね。そうですね。これよりも乗り心地がさらに良くなるってことは。はい、これ一つちょっとお伝えしておくと、812より運転しやすいです。何が運転しやすいかって、前が見やすい。812はもうロングノーズで、前にまあ V12 があってロングノーズなので、前どこにあんだよ端がみたいな、そういう感触があるんですけど、これ前がねすごい短いので、全然812より運転しやすいです。はい、ありがとうございます。気を使わないですね、やっぱり。まあそれもちょっと最後に一つ付け加えさせてもらえればと思います。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ほんと感動しました。とっても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 もういい車として、うん、おすすめでございます。まあ高額な車両なので誰しもがっていうわけにはいかないと思うんですけれども、まあフェラーリ今後も憧れの存在で続くだろうなっていう、うん、もう今の時代に対応してきたなというのはもう強く感じるところです。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできたらと思います。
いや知らない道っていうか、まあ、走ったことここはありますけども神戸、はい、まあちょっと知らない道でいろいろ気も使いましたけれども、いやでも知らない道をフェラーリで走るって結構怖いですよね。そうですね、怖いんですけど、それをこのなんかなんて言うんだろう、落ち着き感で走れてること自身がこの車の乗りやすさっていうとこなんだろうな。いや本当感動しました。ありがとうございました。ありがとうございました、さん本当、まあ、次回もまた何か機会ありましたら大阪来た時はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はい、というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画、見ていただければ幸いです。高評価等もよろしくお願いいたします。ではでは失礼いたします。いいからフォー。ただ特に大阪のお客さんは結構なんていうんですかね、タワーマンション住まれてる方が多いので、あータワーマンションって立体駐車場でこうぐるぐる回って、はい、なんで充電できないんですよね。それが僕もあの立中に入れちゃってます。ああなるほど、あの防犯もいいので。ええそうですよね、まあ、鍵かけずに入れれるような環境だったら多少バッテリーの持ちはいいと思うんですけどね。あそうなんですか。やっぱ鍵ロックしてしまうと中にこう赤外線が飛んで、でそれで要は普通の8時にでもバッテリーとか使っちゃうんで、もし暗証番号が あるような立体駐車場だったら僕も鍵閉めずに置いておいてくださいって言いますね。いいこと聞きました。あそうなんですね、はい、あじゃあもう今日実は明日8時に朝出すんですけど、はい、次から僕もう鍵かけないです、はい、そうですね。かもし不安だったら8時って物理キーあるじゃないですか、物理キー抜いて物理キーであの運転側のドアをロックするとセキュリティかからずに鍵だけ閉まる状態になるんで、へえ多少マシになります。あめちゃくちゃいいこと聞きました、はい、僕今812のトランクにポータブル電源乗せますからね。ああなるほど。でバッテリートリートメントたまにつなぐんですよ。ああなるほどなるほど。それちょっと実践します。はい、そっか赤外線センサーとかも含めて待機状態の電力消費がやっぱあるからっていうのはあるんですね。そうですね、そこがやっぱり一番あのバッ、まあ、そもそもバッテリーやっぱりフェラーリちっちゃいじゃないですか、うんうんうん、まあ、そういうところもあるんですけど。なるほど、ちょっとそれが個人的には一番最大の収穫かもしれない、はい、ありがとうございます。いいえ、全然。